今の騎士は、伊賀大秋、合算かなりによる日本の漫画作品。週刊少年マガジンで連載された。本作は、講段社発行の少年漫画誌、週刊少年マガジン2006年21.22、合併号から2017年17号まで連載されたサッカーを題材とした作品である。本編となるエピソードは、主人公である。 愛さはかけるたちの高校サッカー部が全国大会、さらにはその先の世界へと目指してゆく成長物語を軸とし、その過程で関わりゆくヒロインやキーパーソンらをはじめとする様々な人々の姿を描いたフィクション作品。また、本編とは別に、その前日単に相当するエピソード、番外編とおまけギャグ漫画の4コマが存在し、番外編はこれまでに、 週刊少年マガジン2007年28号、2009年9号、月刊少年ライバル2009年8月号など4コマは単行本巻末やマガジンスペシャルでそれぞれ掲載されている。週刊少年マガジン2011年43号にてテレビアニメ化が発表され、2012年1月から9月にかけて放送された。 7が女子日本代表で活躍する物語で一式やイギヌラと共に女子日本代表を盛り上げていく。かけるも U-16 日本代表に初招集されて夢に向かって大きな一歩を踏み出す。また久々の選出となった荒木が U-16 アジア選手権で活躍する物語も取り扱われる。全国高校サッカー選手権大会後はカケルや荒木が U-22 日本代表に選出され、五輪大会出場に向け、奮闘する物語も取り扱われる。これらは、時系列としては、江ノ島高校や湘南ブルーインパルスでのエピソードと並行しており、特定時期の物語ではない。主に番外編で描かれる、過去の物語。10年以上にわたって並存していた、フットボールクラブとサッカークラブ、二つのサッカー部が、 統合され、江ノ島高校サッカー部として発足した。常に優勝候補に目される学校。通称、鎌学神奈川県の優と評される学校。ネオトータルフットボールを掲げる、新高校。伝統のディフェンスシステム、4本の矢で剣士を誇る、学校。はみ出し者の不良少年が多い学校。東京都の新設学校。 生命学園高校静岡県代表。四日市実業高校三重県代表。八草高校千葉県代表。鳳凰学園高校滋賀県代表。日本代表女子日本代表韓国ドイツブラジル。湘南ブルーインパルス主力が移籍したことで三部、落ち寸前となった二部リーグの中でも、回のチーム。かける、四の加入により快進撃を続け、二部リーグ優勝を、飾り、 晴れて一部へと昇格を果たした。翌年には小田の加入を経て昇格一年目にして一部リーグ優勝をやってのけている。スポンサーはマリンスポーツや水族館などのアミューズメント複合施設を営むアクアリゾーツ湘南横浜エルマーレスプロ一部リーグ。スポンサーは肉厚のがっつり系バーガーが人気の バクバクバーガーとハトモナカが人気のハトポップ。東京キングダムカステッロ姫路京都 FC ソレイユ、千葉リベルタ、横浜プロ2部リーグ。スポンサーは横浜発のカレー専門店、ベイカレーと企業向け人工衛星の開発をしている横浜重工。ホーネット、福岡昨年まではプロ1部リーグだったが金森の怪我をきっかけに2部に落ちている。 スポンサーは、福岡の老舗麺太鼓メーカーの福岡タラコと福岡土産で有名な洋風饅頭の博多門。東京ジュニアーズプロ一部リーグ。週刊少年マガジン上では、エリアの騎士対談スペシャルと題し、主人公、相沢かけるが、佐藤久とやがな博月といった J リーグで活躍するトップ選手と対談するという企画が組まれたことがある。本作が、 同志の関東カラーを飾った2007年41号、2010年15号では、読者アンケートによって、キャラクター人気投票が行われている。なお、キャラクター人気投票で2度とも、上位4位以内に入った、アイサワ×、三島七、ナ荒木隆一、アイサワスグル以上4名の得票数はいずれも5位以下を大きく話す結果だった模様。また、二千八年八月には、 同志携帯サイト、週、マガファンクラブにて、エリアの騎士ベストイレブン投票が行われた。このか、2009年10月15日に、コナミから発売された、ニンテンドー DS 専用ゲームソフト、少年サンデー少年マガジンホワイトコミックでは、本作から愛さはかけると、三島奈々が、ゲスト出演した。単行本は、全57巻が刊行されている。 2021年7月時点で、累計発行部数は1300万部を突破している。また、海外向けに翻訳もされており、韓国や中国などで刊行されている。単行本では、各巻巻末に書き下ろし、または、マガジンスペシャル掲載文の4コマ漫画が収録され、また、第8巻は、キャラクター人気投票結果発表。第14巻では、 サッカー用語集が収録されている。著名人の読者としては、元プロサッカー選手で、サッカー解説者の中西哲夫やペナルティのヒデなど、現役選手では、岡崎真嗣中村健吾、岩渕真奈など。この他、稲本淳一、高原直弘、大久保義人など作中で取り扱われることのある、日本代表や日本女子代表に名を連ねる選手が読む作品となっている。 このほか、週刊少年マガジン公式サイトの作品別掲示板では、読者、ファンからの批評が書き込まれている。また時として、動く、エリアの騎士が見たいという映像化を要望する書き込みがされることがある。少年マガジンコミックスより、観光2012年1月から9月にかけて、テレビ朝日にて土曜日朝6時から6時30分に放送された。同局で、 週刊少年マガジン連載作品がアニメ化されるのは、勝負師伝説、徹也以来11年ぶり。在京キー局において、この時間に新作アニメが放映されるのは、同じくテレビ朝日の、起動新世紀、ガンダム X 以来15年ぶりとなる。また、新映動画がスポーツを題材としたアニメを制作するのは、新プロゴルファーサル以来24年ぶりとなる。テレビ朝日以外では、 4月より BS 朝日、5月よりテレビ北海道にて放送された。本作はオープニングテーマのみ存在し、すべてのスタッフクレジットが集約されている。最終話なしではエンディングとして使用された。2012年6月16日は全米オープンゴルフ、7月7日は全米女子オープンゴルフ中継のため休止。このか、2012年3月12日、 1> 第1話から第9話までのダイジェスト版、特別番組を放送し、同年3月25日深夜には、第10話から第12話まで3話をまとめた、特別番組第2弾、エリアの騎士特別編を放送した。その後も、テレビ朝日では、前日の再放送を不定期に毎週日曜日深夜に、行っていた。講談社とインタラクティブブレインズにより、2010年6月30日より、 モバゲータウンにサービスを提供。2011年11月サービス終了。ありがとうございます。